これからね、久々に、ハマスのバーですね、クルントゥイブに行きます。一人で黙飲みということで、男飲みをしますけどね、ちょっと今からその前に神社にちょっと参拝してきます。こちらが神社ということで、稲荷神社ですね。今からね、久々にクルントゥイブ行きます。どのくらいぶりかな？年末に行って以来だから、まあ、結構本当に久々、4ヶ月ぶりぐらいかな。はい、行きますけど行ってきます。マスターがね、結構タイが好きな人です。今ね、シーハンビールですね。タイが好きな方多いと思うんだけど、タイに関してはマジ今年に行きますんで、もうちょっとお待ちいただければと思います。ということでタイ気分を味わうということでシーハンビールいただきます。久々のね、皆さんシーハンとかチャンとかね、好きな人多いと思うんだけど、美味しいですね。あとは一応このテーブル代かかってるんだけどね、このこんな感じで果物、みかんですね。美味しそうですね。みかん、オレンジか。美味しいです。で、2杯目はこんな感じでギネスビールですね、いただきます。ギネスということで、アイルランド行った時にギネスビール、の、ストアハウスね、行ってギネスビールを、見学しましたよね。まあギネスビールいただきましたけど、美味しかったです。アイルランドのハブとか行った時に、パブ行った時は結構ギネスで飲みましたね。結構俺しかいないんで、ミスにならないですね。最高です。混雑してるところだったらね、感染する可能性ある。バーボンでお願いします。バルトレースとかいいね。ああ、これは人気だね。本当ですか？同じなんだけど、はい、じゃあちょっとお願いします。ロックでいいですか？いいじゃないですか。はい、ロックでちょっとお願いします。で、こんな感じでバッファロートレスですね、いただきました。ロックですね、ロックで見てます。いきます。いいですね。